この学校で生きている人間はもうあなたしかいません。あなたはこのまま。あの時何かが起こってこんなことになってたなんて。大きな断ち切りバサミにより舌を切り取られたことによる失血。来る方法があるってことは帰る方法もあるんだよな。大好きだよ、ヨシカズ。助けてください。森重くそ、どうしてこうなるんだよ。最後にこれだけやっていい？幸せの幸子さん、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。またみんなで会おうね。約束だよ。